歴史の部屋、新設明治維新、美学の国を壊した明治維新。はい、子供のまーちゃんです。前回は世界で最初に明治日本を認めたのは英国、まるで自画自賛だというところまでした。今日はその続きで、1872年、過去明治5年10月14日、鉄道が欧米列強の艦隊が出入りする横浜駅、過去現桜木町から新橋駅に設置された。人口の多い京橋や浅草や上野へ鉄道が引かれるべきではなかったのか。その願望が甘すぎる。日本国民が清国の太平天国の乱のように外国人を追い出せと反乱を起こすかもしれない非常時に備えて、横浜から丸の内へ兵士と武器弾薬を早く運搬し、日本の要である皇居を抑えるための戦略的な鉄道設置なのだ。皇居の南にある新橋駅は皇居の下腹へ槍を突きつけているかのようだ。明治維新の亡霊がまだ日本に住み着いている。平成日本は世界の波に乗り遅れないようにと焦り焦られされ、国際化、グローバル化と叫んでいるが、日本で最初の国際化は明治初期の脱ニューオーダー、日本文化を比較して欧米文明を鵜呑みにしようとした文明開化だ。維新に日本は欧米の後を追いかけるという劣等感に駆られたまま、好戦的な欧米の帝国主義の模倣をしつつ、1945年の真夏まで失踪する。平成日本、歴史を繰り返すのか。私たちが小中高で学んだ日本史には明治維新の称賛ばかり。作川元龍馬は神格化され、彼の路銀、交通費と生活費は誰が出したのかと質問することさえ冒涜と見られる。維新の男たちと英米アヘン富豪との危険な関係についても完璧に白紙、金貨銀貨の話も白紙。豊富にあった日本の金銀は維新の地下道から輝く土石流の勢いで国外へ流出した。文明開化の授業料を支払わされたのだろう。日本の近代化という聞き慣れたセリフの裏には、徳川幕府が封建的で恥ずかしいほど時代遅れという負の烙印が押してあり、維新が起こったから近代化ができたと維新の正当化が行われている。平和な日本列島の鎖国の門を武力で蹴り破った欧米列強の断罪はない。地球を人種差別と殺戮で植民地にした欧米の残忍な帝国主義に感謝しているかのようだ。鎖国が悪いと軽蔑したのは欧米列強だ。
開国という明るい漢字が使われたが、美学の国、道徳の国が潰されていく地獄の門の入り口だったんだ。維新を正義、善と崇め、鎖国を悪、劣として見下し、徳川幕府を無能者と決めつけただけだ。江戸時代の天下太平を非武装の徳川の弱点と捉えるのではなく、争いを嫌い、250年も平和を維持した偉業と認識するべきだ。明治になって脱亜入欧は果たしたい日本帝国は欧米化の熱病に取りつかれ、息をつく間もなく海外戦争へ突入し、近隣諸国の利権をめぐり鎖国を止めさせた欧米列強と鮮烈な戦火を交え、維新からわずか77年後、昭和20年の真夏に鮮血が滴る戦場で富国強兵と文明開化の泣き殻を見る。日本が脱亜入欧と文明開化と富国強兵の鏡にした大英帝国は模範とすべき国ではなかった。グローバル化は敗国温度。日本で30年ほど前から大流行している国際化とかグローバル化という熟語は、日本を無道徳の廃校へ突き落とすための呪文だ。日本国の洗礼された美学や道徳を破棄されて世界標準に合わせましょうと仕掛ける洗脳だ。維新前夜から拡散した悪性ウイルスのような自信喪失病が再発したのか。欧米が決めた標準になぜ技術大国日本が国を挙げてすり寄らねばならないのだ。日本の政界も経済界も学会界もマスコミも懸命にグローバル化念仏を唱えている。グローバル化や国際化は日本の国境を消しゴムで、こすり消し、我々の精神文化までガラパコの皮下にし、日本敗国を急がせるプロパガンダだ。日本の指導者たちは海外の誰かにへつらっているのか。日本の国際化はついに異常現象を引き起こした。外国人のために世界的に有名な東京の秋葉原駅を AKB と表示する。刹那的な金儲けのためか、英語圏に入れてもらうためか、日本人の誇りを潰して海外へへつらい、こんな死の国際人となり戻れる故郷を失うのか。国際化は欧米化の別名。ということで今日はここまでにしたいと思います。グローバル化、これはですね、やはり一つの考えしか持てない、みんなと同じという錯覚、
私たち子供のまーちゃんが子供保育子育てに関して一人の人権、一人の個性、資質、能力、そういうものを個別に対応し能力を伸ばしていくという努力をしているのに、政治家たちや大人は欧米化イコール国際化に近づけば発展するという妄想に取りつかれて、自分の足元を見ずに、日本が沈没する、潰れていく状態になっています。今こそグローバル化をやめ、いいところは入れて、残すところは残す、そのような今まで日本がやってきた臨機応変な対応、そうやって成長しなければ日本は残れないでしょう。はい、かなりまあいろいろとショックな論文ですが、まあこれは続きで、次回もお伝えして、現実の政治、現実の日本の現状を皆さんに知っていただきながら、じゃあ今何ができるか、そこで私は子育て、立派な日本人を作らなければいけないという思いに勝って、YouTube を配信しております。はい、ということで、ね、長くなりましたが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回、の動画でお会いしましょう。では、じゃあね、バイバイ。